なんか結局これが一番じゃないかな。ゼロゼチーポップです。前回のね、イチローセレクションで、めちゃくちゃいい選手ゲットできたんですよ。一応ね、その様子は、ショートに上げさせていただいたんですけど、ちょっとね、とある一人の選手を使っていきたいと思います。もともと使う予定はなかったんだけど、ちょっと使いたいなって、この選手です。はい!とも、伊藤。あのね、極みにしちゃった。ごめん。キウイスタミナ同値の酸素もね、全然強いし。で、しかも見て、極みにしたからこその中継ぎができるっていう。まあ、リアタイ的にはこっちなんかな、みんな言ってるけど。あと高速スライダー。S。そして裏にも高速スライダーがあって、これめちゃくちゃ強い。2種ね。からの、脱三振ショー。シュワーで、キレ、対強打者っていうね。まあ、吉野部みたいなもんかな。同じなの全く。うん。僕はちょっとね、この選手を使ってリアタイやっていきたいと思うんだけど、実際ね、ちょっと通じるのか、OB 選手を極みにしたのは初めてだから、ちょっとね、気になるところはあるんだけど、実際ね、使っていきたいと思います。本日使っていっちゃう。それやだ!この人で、脱三振ショーを見せよっか。うん。というか、早速、ガラスのエース、使わせていただきたいと思います。多分強いんじゃね?うん。さあどうだ、打率3割9分3厘、最近ねやれてねえからね、ちょっと不安ではあります。だけどこれ勝てんじゃねえか、極みだぜ。だって最新シリーズのピッチャーを極みにしたの俺初めてかもしれん。よっと、あれ行きます。さあどうだ、おお相手強いね、いいね。あ、金玉打っちゃった、痛い。さあ早速先行で、じゃあ高校団めちゃくちゃごめん、ちょっといいところを見せたいところである。あー、広角出されちゃった。まず待って、行くよ。ミスった。待って、正直待って、久しぶりすぎて慣れてない。ナイス!シャー!S っていうのはあんまり知れてないから、俺自身が。ちょっと気になるところなんだけど、ちょ、いろいろ投げてみようか。試してみよう。ここはボールなのね。オッケーオッケーオッケー。だと、ちっちゃい方。これ打てないよ!三者三振だぜ!次はね、ただ打ってくだけだから、ちょっと一旦頑張ろう。実は今日ね、撮ってる日が、エキサイティングが出た日なんですけど、実はね、第1弾に狙いの選手がいなくて、次だな。はぁ!さっきね、ショート用で動画撮らせていただいたんですけど、ミスった。待って、俺下手くそになってる、まあ、シュートだったんだね。ちょ、そこは嬉しいんだけど、次回ね、欲しい選手、ちょっと引きに行きたいと思うけど、言わないから、あえて今。うわ、ダサジーの出ちゃった。どうだ!もう!正直、ピッチャーが強いから、全然全然いい。たまにこういうストレートを、がっつりいっちゃって。いいよ、ベストピッチ。いいね、これ、打てないよ、こんなん。これ、ボールだよ。あははは。さあ、広角打法、いいよ。行くぞ。はい。これはボールだから、これは打てない。いいの、いいの。それでいいの、それでいいの。もう一回ストレート投げてみようか。ベストピッチ。入るよ、これ。シャー!これだいぶ強いな。でも、脱三振ショー見てんだよな。出てほしいな。はい。どうだ?なにこれ!待って、俺下手くそすぎる。よっと!ちょっと!なんで?おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ、よし!止まる、決めてくれ!ま、パ、あー、ま、ちょっと、どうしよう。ま、いいや。入った入った入った、うわー!さすがにもう一試合やってきたから、ちょっと、一回打つわ。どう?おっしゃ、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 勝っちゃった。あー、山岡か。ま、気合でやっていくだけだから、ちょっとね、行きたいと思います。どう?筋肉。かなり良くなってない?ジムをね、本格的にね、続けさせていただいてるんですけど、相手強っ!やっぱりね、最高だね。うん。前までサウナに行ってたんだけど、サウナの欲がなくなってきてしまって、実は。ジムの時って、鍛えるじゃないですか、物理的に。鍛えた上で、終わった後に、もう俺、基本夜行くから、夜こう、ドアをパッて開けた瞬間、スーって超涼しい風が吹いてくんの。それが、まさに、サウナと同じ理論で、超気持ちよくて、それが。最近ね、サウナに行きたいなっていう、自分からね、足をね、運ぶことがなくなって、友達とね、行くときは、結構ね、それは全然いいんだけど、自分から行こうってときがマジでない。打たれるな、なんでだ!多分、配球が下手なんだろうな、ちょっと待って。こういった内角もちょっと攻めていこうか。はい!ドン!これ、ボール、脱三振ショーみたいね。いやいやいや、ギリギリ投げよう。なんで出ないの、脱三振ショー!ボール、ボール、ダン、ボール、ボール。ボール、ボール、ボールだよ。きつ。どう?入ったよ。難しいな、配球が。広角出てなかったから、行くわ。はい。三振取っちゃった。前田ちゃんは、どう行こうか。なんか難しいな。どうやって投げればいいんだろう。高梨みたいな感じでいいか。結構低めがっつり行こう。これ多分今のボールっぽいな。ナイスキャッチ!じゃあ行きます。
広角で散ったからどうしよう、ここら辺だな。はい、これまずいな、結構撃たれてきてるからちょ怖いんだけど、微妙なところ、これ微妙な、よー、なんとか1点、怖いよー、えぐ、キクシレスだ。さあ行きたいと思います。まあ、とりあえずね、援護点は取ってあげよう、俺らの伊藤に。カスじゃん、カスあたりじゃん、撃てない、もうやだー、あ、もう分かる、なんとなく分かるわ、どうしたでしょう。いや結構ね、いろんな選手が出てきてるから、あとエキサイティングのね、次ね、ゲットしたい選手が極みにできる予定だから、一応ね極みの選手が増えてくる、どんどん嬉しい嬉しい。マジでむずい、リアタイが下手になってきてんな。まずちょっと始めなきゃな、ちゃんとまた外角よ、いいね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 、高めダメかもな、ホームランワンチャン入っちゃうわこれ。でも相手もカツヒットが多いから多分ね、そんなことないんだよ、刺さってるはずなんで、一応いいんじゃないこれ。あーダメだ、菊池軍だ、代打入れるんだ、なんなのこれマジで、もう、あーなんでずっとじゃんこれ。ってことは多分相手ミート打ちしてんのか、全身でいいや。じゃあボールボールボール言ってくれ、ボール頼む頼む、ボールラッキー、なんで奪三振ショー出ないの。ここでもう一回低めの高速、うな、どうボールでもいい、最悪入った、でもやだー、おもんないこのゲームマジで、頼む最後まで行こう、気合いで、マジでおもんないこれ。よいしょ、やだー、6点はきついマジで、クソゲだクソゲ、ボール、俺配球がね、広角出てんのに外出てんのは頭が働いてない、めんどくさい、もうなんだ、頼む脱三振ショー見せてくれ、頭一応入ったから、よし出た、いくよいくよ、見せて、ボールでもいい最悪、こっからだと入んのかな、どう？ベスピーだよ。はい。おお、すげえ。これ入るよ、絶対。佐藤。え？え？押さえちゃった。やった。あ、微妙だな、伊藤。まあ中継ぎだろうな。なんとなくイメージだけど。中継ぎね、ちょっとね、スピッツが低い選手が多くなってきたから、ちょっとね、伊藤と変えたいと思います。入った。よし、これもらった。しゃー！耳おかしくないそう。もう追って、てめえ追ってやろうか、大体行こう、さすがにね、さすがに大体だ、大山で見せてくれ、いいよ、全然全然いい、入った入ったじゃない、ナイス、いいよいいよ、もうクソゲーがマジで